大怪獣ガメラ、大怪獣ガメラ、大怪獣ガメラは、大英東京撮影所が制作し、1965年、昭和40年11月27日に封切り、公開された、日本の特撮怪獣映画、白黒、ワイドスクリーン、78分。同時上映は、大英京都撮影所作品、新、クラマテング五条坂の決闘、ガメラシリーズの、 第一作である。日本の日高教授らは、祭氷調査船、チドリマルで、北極のエスキモー集落を訪れ、そこで、アトランティス大陸にいたという謎の亀の調査中に、上空を飛行する、国籍不明機を目撃する。チドリマルからの通報により、この国籍不明機を、アメリカ空軍が追跡したが、反撃されたために撃墜する。だが、この国籍不明機は、 核爆弾を搭載しており、その爆発により、氷の下に8000年以上も眠り続けていた、アトランティスの伝説の怪獣、ガメラが突然目を覚まし、チドリを撃沈して、姿を消す。その後、世界各地で未確認飛行物体が目撃されるが、それとガメラを結びつける者はいなかった。ガメラは、灯台の光に誘われて、突如、北海道襟裟岬に上陸する。 人々を恐怖のどん底に陥れる一方、崩れかける灯台に取り残された少年、年を救うという奇妙な行動も見せるが、さらに熱エネルギーを求めて、幼艇山の地熱発電所を襲撃する中、自衛隊による冷凍爆弾と葉っぱでひっくり返ってしまう。あとは、餓死するだけと喜ぶ人々をよそに、カメラは手足を引き込んで、ジェット分流を噴射し始め、まもなく回転しながら、 空の彼方へ飛び立っていく。ガメラは羽田空港から東京に上陸して、都内を蹂躙し、コンビナートで動きを止める。全国各地から集められる石油の熱エネルギーを、次々と吸収するガメラに、人類はついに最終手段として、Z プランの転用を決定。Z プランとは、伊豆大島に設けられた、火星調査ロケットの前線基地のことであり、ガメラを、 この巨大なロケットの先端カプセルに封じ込め、火星に追放しよう、というものである。ガメラを悪者扱いすることを年尾が反対する中、東京湾から大島へのガメラ誘導作戦が始まる。本作の公開当時、特撮を駆使して、巨大な怪獣を描く、怪獣映画は、特技監督に、つぶらや英二を要する東方の独占場だった。すでに SF 映画、宇宙人東京に、 現ンる1956年や、釈迦、1961年、クジラや、旗、始皇帝、1962年といった大作の特撮映画を制作していた大英は、自社でも怪獣映画を制作すべく前年の1963年に、巨大化したネズミが群れを成して、東京を襲うというプロットで、SF パニック映画、大群獣ネズラを企画した。しかし、 この作品は撮影のために大量に集められたネズミからノミやダニなどが発生するなど深刻な衛生上の問題を引き起こしたために撮影は中断されそのまま制作中止になったこのため次なる怪獣映画企画として大英社長の長田正一の声がかりで本作が制作されることとったガメラの登場する映画は1971年に 大英が倒産するまでに計7作制作されたが、本作はシリーズ唯一のモノクロ作品である。プロデューサーの斉藤米二郎によると、長田が大英にも優秀な特撮漫画いるんだから、東方のゴジラに負けずになんかやらなきゃいけないと意気込み、総勢45、6人いた社内プロデューサー全員に1人1本ずつ怪獣映画のプロットを提出する、要社長命令を下し、 ここから新しい怪獣映画の企画が始まったという。湯浅は前年の大群獣根面で陣が入ったぬいぐるみのネズミがうまく動いていたので一匹で活躍する怪獣映画をやろうということになったのですと述べている。この企画は斉藤と脚本家の高橋二十三によって低い画面東京襲撃と課題され高橋によってプロットが執筆された。斉藤から 怪獣映画は、お好きですかと電話を受けた高橋は、俺に書けないものはないとこれを引き受けたと語っている。高橋によると、亀を飛ばすという案がまず最初にあって、ガメラ自体のデザインも何も決まっていなかった。高橋は、ネズミ花火のイメージから、回転して飛ぶ亀のアイディアを出して、Z 噴射に進み、火をエネルギーとするというキャラクターを構築していったという。本編監督は、 これが監督第二作となる、湯浅のリアキ。湯浅によれば、大英は特撮部門と本編部門の相性が悪く、企画時には、東宝のつぶら屋によるゴジラ映画に対抗し、怪獣映画を制作すること自体が、暴挙に近いという受け取られ方だったという。そのため、誰もこの映画の監督を引き受けたがらなかった。湯浅は、前年暮れに公開された監督デビュー作の、 音楽映画、幸せなら手を叩こうの工業的失敗があり、こうした立場から自分に監督が回ってきたのだろうと述べていて、中には、こんなものやったら命取りだよ、などという、先輩監督もいたという、新人監督である湯浅を推薦したのは斉藤だった。斉藤によると、特撮経験豊かな湯浅しかいないだろうとの、理由だったという。湯浅は、クランクインするまでが大変だった。 慣れない絵コンテを描いて、殺入までには1ヶ月ほどかかった。と語っている。特撮監督は、築地米三郎。築地は大英で、特撮監督を務めてきたベテランで、企画頓挫した、大群獣ネズラの企画発案者でもあり、大ヒットした、この大怪獣ガメラを刺して、ネズラはテストまでして、会社に損させましたけど、大怪獣ガメラでは儲けさせましたからね。 僕にとっては名誉挽回です。とコメントしている。築地のもとに本社から亀の化け物を出せと指示が来たのは脚本もまだできていない時点であり、すぐに築地は井上明にガメラのプロポーション画を四枚ほど描かせて、うちに入ったという。やがて高橋によって脚本は脱稿したが、湯浅は脚本を読んでもイメージがわかず、師匠の井上梅地に相談したところ、アホ。 こんなもん一番優しいは、演出やない、計算さえできたら、誰でもできるわ。特撮映画は、計算や。計算でけへんもんに、映画はできん。と一括された。湯浅は、この意見を受け、一般映画とは全く違う、特撮映画の予算組みを忘るために、撮入前の現像所に通い、フィルム合成やミニチュア制作など特撮予算の、いろはからまず研究した。 この合成技術の指導には、東方の特殊技術家のスタッフにも指示したという。つぶらやは、いわば、抜けがけである弟子たちのこの行為を完全黙認していた。なお、千鳥丸の前を逃げ惑う人々などは実写ではなく、アニメーションで描かれている。本社で、B 級予算が組まれ、10月頃には殺入となったが、大英本社側はカラーでの制作をしつこく、現場に迫ったという。 しかし、築地が白黒での制作を主張したため、結局は白黒作品となった。この理由について築地は、まず予算的な問題と、人員不足、それと設備的な問題として、高速度撮影用のカメラがなかったことを挙げており、技術的に無理であるとして会社を説得したという。こうして、工夫と苦労を重ねて、ついに完成を迎えたが、画を繋いだだけの、 ソーラッシュの死者では撮影所長が出来上がりに不安になり、途中で抜け出すありさまだった。さらに本社で、長田や重役が立ち会う中で、完成死者が行われた際には、撮影所長は、長田の怒りを恐れて、えらいこっちゃと逃げ出してしまった。しかし、死者終了後に、長田が一言、おもろいやないか。と絶賛したため、重役たちも、いやぁ、 おもろいですなぁと一斉に社長になびき、これを見て監督以下スタッフは胸をなで下ろしたとい。これには湯浅もまるで喜劇ですよと苦笑している。こうして完成した本作は長田正一の息子である長田秀正によると営業部では所詮はゴジラの2番戦時と工業を危ぶむ声が主流だったという。しかし予告編が劇場に流れると、 前売り券の売り上げが急上昇。風切り公開されるや、大ヒットとなり、ガメラは、自作、大怪獣決闘ガメラ対バルゴンで返り咲き、ガメラの主演映画は、一躍大映のドル箱シリーズとなっていった。北極の氷の下で眠っていた、古代アトランティスの伝説に登場する巨大なカメ。炎など熱エネルギーを吸収し、口から火炎を放射する。手足を引っ込めて、 炎を吹き出し、回転ジェットによって、大空を飛行する。凶暴であるが、子供に対しては死愛の情を見せる。外見のモデルについては、諸説あり、などがあるが、湯浅の明き自身は、脚本担当の高橋23のアイデアだろうとしている。一方、高橋は、長田社長が、亀の怪獣を飛ばせ、と指示を出したと聞いたと語っている。 T プロのデモフィルムに登場する巨大ガメは手足を引っ込め、火を吹き出して空を飛ぶというものだった。牛尾は後年、大英にもこのデモフィルムを見せたから、どう考えてもガメラはこれを参考にしたと思うと、語っている。この件について、牛尾が築地米三郎に問いただしたところ、それは断じて違う。あれは、ジュニア、永田秀正専務のアイディアだと返答されたという、企画者でもある、 斉藤米二郎は銀座のキャバレーで長崎出身のホステスが話してくれた長崎では海水浴しているとくるくる回りながら女の子に寄ってくるスケベなカメがいるという逸話をもとしたと語っており関係者それぞれの証言が食い違っていて諸説ふんふんといった状況となっているガメラの名付け親は大英社長の長田正一である当初 プロデューサーの斎藤米二郎は本作の題名を低い画面東京襲撃と課題したが肝心の怪獣の名前がどうにも思いつかなかった。これに長田が怒って向こうがゴジラならこっちはガメラや。と独断で命名すると担当重役がゴジラにガメラでは似すぎていると反対するが長田はそんなこと言うてるからダメなんや。と一括。結局、 長田社長が、怪獣、ガメラの命名者となった。長田は、ガメラは、哀愁がないといけない、子供たちが見て、怪獣がかわいそうだとか哀愁を感じないといけない、子供たちの共感を得ないとヒットしないと主張していたと、いい、長田のこの意見には斉藤も関心したという。長田はまた、斉藤を、社長室に呼びつけて、ガメラを泣かせろと指示してきたため、斉藤は、 現場と板挟みになって大変だったと語っている。ガメラのデザインは1964年に大英から独立したばかりの八木正夫と同じく大英美術スタッフの井上明によるものである。井上はガメラ対大悪獣議論までシリーズの美術を担当した。井上は本作のガメラのデザイン画は50枚ほど描いたといい、その中には 手足がなくムカデのようには、ウガメラや、テントウムシのような水玉模様のガメラもあったという。結局は、がより、立体の方が分かりやすいだろうということで、美術監督の井上が粘土製の一尺、ひな型モデルを製作し、ここで、OK が出た。監督の湯浅の明によると、幾度にもわたる検討に、井上は、最後はノイローゼ気味だったという。ガメラの身長は当時、 東京のビルの高さが33メートルに規制されていたので縮尺を33分の1に設定し、ここから60メートルに決まった。湯浅監督はゴジラと差別化したガメラのキャラクター付けとして動物らしさを強調し、四足歩行やアップの多様などの基本設定を考えた。劇中の東京タワーはガメラとの対比を考え、小さく作っている。 ガメラのぬいぐるみは、ヤギマサオによって制作された。ヤギによると、大英では、怪獣の造形は、初めてだったため、当初、高山良作に、ガメラの制作依頼が持ち込まれたが、断られたために、ヤギのもとに依頼が来たという。ヤギは当時日本テレビで仕事をしており、定時退社後に、ガメラの造形にかかった。ちょうど、日本テレビは労働葬儀で騒然としており、テレビ部長は、 こちらで処理するから当分来なくていいよと計らってくれ、このおかげでガメラ製作に専念できたという。当初、ヤギは自宅の一室の畳を上げてガメラの縫いぐるみを製作していた。やがて大英から完成をせかされてヤギ一人ではまかなえなくなったため、父親である東方特殊美術家のヤギ漢字に造形依頼を持ち込んだが、大栄と東宝間の誤射協定があるため、 結局は、ヤギの自宅の庭に造形用のプレハブ小屋を建て、そこで、ヤギ正サが中心となって制作することとなった。当時は、東方特別化に在籍していた、村瀬継造も、ヤギ幹事に頼まれ、二人で、定時退社後に、これを手伝った。ガメラの甲羅の鱗は、村瀬によって、東方特別化での技術を応用し、ドンゴロス、アザブを細かく切ったものを混ぜて補強したらデックスを、 石膏型で肩抜きし、作られた。ヤギ漢字は、当時病針であったが、作業場に布団を持ち込み、この甲羅の肩抜きの指導をしている。ガメラの口の開閉ギミックや電飾は、鈴木明が言った。ガメラは回転して飛ぶ。設定のため、ユアサラは、ガメラをどう飛ばすかと頭を抱えたといい、回転して飛ぶ際に甲羅がペコペコでは、よじれるからと、甲羅の芯に、 ジュラルミンが入れられた。このため、縫いぐるみは異常に重くなり、東大襲撃のシーンでは台車に乗せて引っ張らなければ、撮影できなかったという。撮影途中からは軽量化が図られて手直しされたが、胴体には鉄骨が組み込まれ、わざと手足が動かしにくいよう作られていたため、重さは6 0ラムほどあったという。演技者は、蓋のようになった甲羅を外し、中に入る仕組みだった。 当初は甲羅の四隅をボルトで止める仕掛けだったが危険なためにフックを使いボルト2個で止めるよう改良された。円盤状になって空を飛ぶガメラは三尺ほどのミニチュアが用意された。ミニチュアによる噴射火炎の色は撮影時には赤色だった。このミニチュアは点火して飛び上がるシーンでは毎回噴射熱によりピアノ線が切れてしまった。築地は もうちょっとというところで、ストーンと落ちる。本当にタイミングなんですよ。と当時の苦労を語っている。ロングのカットではアニメーションが使用されたが、出来栄えと迫力から、これも湯浅の意見で自作からは遠近ともミニチュアを用いている。カメラ本体も頭や手足の引っ込むものや、円形用のものなど、ヤギラによって代償様々なミニチュアが作られた。モーター仕込みで、 手足の動くミニチュアは、対ジグラまで使われたという。ガメラの演技者には、当初、大学の重量上げの選手を何人か呼んで当てたが、重量に伴う過酷さのために3日以上続く者が、いなかった。結局、大道具係などから、体力のある者が2人、交代で入って演じた。監督の湯浅の明は、それでもぬいぐるみを着た役者さんに、監督、 動けないよと言われて途中から改良したと語っている。この二人のうちの一人は劇中にも自熱発電所所長役で出演している。ガメラの鳴き声は長田秀正によるとセメントをこねる鉄板の上でセメントがこびりついたところに高下駄を履いて滑り込むという手法で起こした音にガラスを引っかく音などを合成して作られた。監督の湯浅範明によると これにさらにいろいろな動物の鳴き声を合成したという。永田専務によると、ガメラが笑う声、悲しい声、怒る声、そのすべてが別々で、勝ち誇って、嬉しい声が一番上等で、足をやられた時は、かわいそうな声、そういうのが大事なんですね、と語っている。本作では、本編と特撮は、湯浅のりと、築地米三郎ら両監督の分担扱いとなっているが、 実際の現場では、両監督が共同で特撮の演出を行っている。当時の大英としても、湯浅自身としても、規模の大きな特撮を駆使した、怪獣映画の制作は、初のことであり、試行錯誤の連続だったという。特撮映画にはもとより高学撮影やフィルム合成が、欠かせないが、大英の撮影所には現像書がなく、オプティカルプリンターは旧式で、 フィルムの傷消しに使っていた程度でしかなく、合成の技術者すらいなかった。まだデビュー2作目の新人監督である湯浅は、ベテランのカメラマンから、お前に何がわかる。と侮られ、毎日が喧嘩だったと10回している。これには、監督が主導権を持っていた東方の撮影所と異なり、大英の撮影所は東京も京都も伝統的にカメラマンが、 主導権を持っていたという背景があった。こうした中、やがて撮影が遅れ始めた際には、心配した撮影所所長が、個人的に、つぶら屋特技プロに、知り合いがいるから、内緒で、つぶら屋監督を呼んでやるぞ、頼んだらどうだと声をかけてきたという。しかし、湯浅は、それはできません。と断ったといい、あくまで大英独自の特撮作品を作ろうと心に、決め、 これに臨んだ。とはいえ本作の撮影班は撮影所では、刑事扱いだったといい、周りでは誰も成功するとは思っていなかった。特撮の撮影では、莫大な照明料が必要となるが、セットがそもそも特撮に対応していないため、ナイトをつけると、電気の容量が足りず、本番では、他のスタジオの電気を落としてもらった。しかし、冗談じゃない、お前一人でやってんじゃねえと、言うは、 他の撮影班から散々に怒られたという。当時、大英東京撮影所には大規模な特撮作品を制作するだけの人員も設備も不足しており、築地によると、ミニチュアや造形物の技術者もおらず、東京市街や東京湾襲撃のシーンのコンビナートで、写真を引き伸ばして、ベニヤ板に貼り付けた切り出しの手法が取られている。コンビナート襲撃シーンでは、本編部では、 石油タンクのそばでの撮影ということで火が焚けず、特撮部では切り出し、セットをごまかすために煙を頼うということで、あんまり派手にやらないでくれ、十年早いと双方の監督同士でもめたといい、両者の煙の調子を合わせるのが一苦労だった。戦述したように、特撮スタジオ自体がもともと専門でなかったために、肺炎口が小さすぎて、特撮班でもコンビナート火災シーンの煙が、 充満して、大変わったという。また、予算も、撮影期間も、特撮怪獣映画としては十分ではなかったため、劇中での災害シーンは既存のニュース映像が多数、流用されている。東京タワーをガメラが押し倒す際にはガメラが手をかける、前に、ミニチュアが倒れてしまい、ガメラの手のアップを別にとって、編集でごまかしたという。 ビルなど建物のミニチュア制作は工作部のスタッフが担当したが、スタッフには宮大工出身者も含まれていたため、NG が出ると、湯浅は怒鳴りつけられたという。Z プランの火星ロケットのミニチュアは6尺サイズの巨大なものが用意され、発射シーンではスタジオの地面を掘り下げて、セットを組んだ。冒頭の北極のセットでは、第2本製氷車にしかなかった氷機を撮影所に持ち込み、 前の晩に大型トラック3台分の氷をセットに敷き詰めた。翌日、スタジオ内は巨大な冷蔵庫と化してしまい、スタッフも俳優も寒さと転倒の危険を押して、撮影に挑んだ。北極シーンの撮影終了後、氷が溶けるまで3日間ほどスタジオは使用できなかった、と。ガメラ出現シーンでは、対象物のない表現のセットで、井上明が三尺用のセットを組んだが、築地は、 迫力が出ないと6尺スケールで撮影したために、井上と喧嘩になり、監督、止めてくれと湯浅が呼ばれる騒ぎになったという。結局、雪原のセットの横に6尺スケールのセットを作って、寄りのカットなどを撮った。湯浅監督によると、スタッフ全員が、怪獣映画は初めて、ということで、そこまで頭が回らなかったという。ガメラが口から吐く火炎は、 従来の東方怪獣のような光学合成ではなく、実際に加圧したガソリンを、プロパンガスで紛失して熱したニクロム線で着火した。実物の炎を使ったのは、湯浅の意見だった。ヤギラ造形スタッフは当初、ガメラが火を吐くということを知らされておらず、演技者が入ったまま火を吐かせているのを見て驚いたという。村瀬らは、本物の火を使うということで、ガメラの口に石綿を貼り付けて、 ラテックスを塗り、火炎放射の撮影ごとに塗り直して対処した。怪獣映画の撮影時体発体験である湯浅と、築地の良監と食いか、特撮スタッフはガメラが火を吐いただけで、出たよ。と大喜びだったという。ガメラが、会場の炎の帯で、伊豆大島に誘導されるシーンは、水面スレスレに設置したといにガソリンを流して、点火した。ガメラが炎を飲み込むカットは、 フィルムの逆転で表現した。当初は演技者が入ったまま火炎放射を行ったが、やはり危険なために演技者なしで撮影するようになった。この頃、水中から現れた後に演技者なしのガメラが火を吐く、シーンでガソリンが暴発し、ぬいぐるみが破壊されて一週間撮影が中断してしまったことがあった。奇跡的に怪我人はなかったという。この時、 ちょうどプロデューサーの斉藤米二郎が見学中だった。斉藤は本社と現場に挟まれて普段ブーブー言ってるからわざとやったんじゃないかとと笑っている。火薬の量も試行錯誤で飛行シーンでもよく爆発があったという。湯浅は火薬は出たとこ勝負で量を一ひねり多く詰めるだけで全然違っちゃうと語っている。監督の湯浅のリは怪獣映画について基本的には 見せ物小屋の六六尾。お金出して暗闇の中で見る。章としての面白さ。理屈をつけるのもいいけど、それより面白さですよ。と語っている。自身が子供好きという弱さは、子供の視点から見た作劇を念頭に置き、ガメラと子供とが意思を通じ合わせるという描写、一種のテレパシーのようなものと解釈して演出した。当時、観客の子供たちから、 年を少年が捨てた亀が、ガメラになったのとの質問を受けたという。ガメラはラストで、ロケットにより、宇宙へ追放されるが、これは、ゆあさらスタッフの、主役なんだから殺さないでおこうとの親心だった。二作目が制作されるとは、スタッフの誰も考えていなかったという。ヤギ正夫村ヤムラゾーラ造形人は、特殊造形だけでなく、創演にも参加した。演現場には、 高橋明もアルバイト参加している。この当時の造形仲間は、本作の制作後に造形会社、エキスプロダクションを設立し、本作以降にも、ガメラシリーズに関わることとなった。大英の美術部員だった、三上六夫も、本作の制作後、大英を退社して、エキスプロに参加している。クレジットはされていないが、 大英専務の長田秀正が制作者として参加している。長田は大英の映画には市場命令として役者の顔をきれいに撮るという特徴があり、ガメラ映画にしても主役のガメラの顔は全部きれいに撮っているといい、これは今までガメラについて解説された本で見落としている点ですと語っている。ガメラザインビンシブル、またはガメラの題名で海外に輸出された。 アメリカには特撮部分のみ売られ、現地でドラマ部分を取り足して公開された。湯浅監督によると、タイバイラスの時点でバンクシーンに使おうと本作のオリジナルネガを探したが、散逸して見つからない状態だったという。新つまみシーンには、ブライアンドンデビや・レブやアルバート・デッカーなどが出演している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。